はい、こんにちは。こんにちは。はい、今日も二人科学なんですけど、イエイイエイ。今日やりたいのは春の定番アイテムを着こなしてみようっていう。おお、いいじゃん。しかも3パターン。3パターン多いね。そうで、古着屋店員じゃないですか。はい。だからヴィンテージの定番アイテムと、うん、で俺はどっちかっていうと古着屋も着ないから、うん、インポート系とかそのレギュラーアイテムの定番アイテムを、うん、今日は持ってきてるんで。なるほどね。俺の持ってきた服を雄大が着て、そう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 、ね、俺が持ってきた服をノブが着る、俺が着るってことね。うわ、怖いわちょっとそんな雄大の持ってくる服着るの。いや、だからいいの持ってきたよ。あ、本当ですか、うん、で、なんか最後にその3パターンのうちの一番好きなやつをね、あ、決めていくと。そうそうそう、あ、楽しい楽しい。ジャッジしましょうっていうジャッジメントタイムがあるわけね。企画になってます。うい、あ、楽しそう。ってことで、僕出していいですか。あなたから出します。出します、出します。ああ、あなたから出しましょう。僕は持ってきたのは、はい、でーん、ロエベの、お、もう大定番の、はい、黒パーカス。定番なんすね、これ。これはもうね、定番、本当に。秋冬は毎年出してんじゃないかな。あ、そうなんだ。ここにこの、レザーのポケットがついてて、アナグラムがついてるやつが毎年出てんだけど、うんうん、まあ、いろんなカラーバリエーションがあるんだけど、まあ、もう一番オーソドックスなブラックで。ブラックなんだ。はい、で、ドブがね、今までずっとフーディーを持ってないですから、ね、持ってないですからね。これ難しいんじゃねって思って。難しいっていうか、本当に似合う自信ない。まあでもなんかざっくりさ、もう事前に伝えてるじゃないですか。まあそうね、ふわっと、うん、これとか言ってないけどさ、フーディー系でいこうかなみたいな、スウェット系でいこうかなと思ってるみたいな伝えてるんで、まあ、それでちょっとノブが今日用意してくれてる。はい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 。これでちょっと頑張りますわ。お願いします。よし、ありがとうございます。お借りします。お、俺がノブはね、事前にね3個ぐらいね、俺に候補を出してきたよ。そう。なんか古着の定番って結構一点物だからさ、難しいじゃん、まず、うん、で、はいはいはい、今回僕チョイスしてきたのはででーん、おー、ジャケットね。もうテーラード、それにしたんだ。そう、それにしたんだね。グッチ90年代ぐらいのグッチで、割とヴィンテージグッチってこと。ヴィンテージまでいかないぐらいだけど、そこまで古くないけど、なんだろうな、ちょっときれいめな格好してほしいな、久々にと思って。いや、いいね。確かそれね、持ってないかも。持ってないでしょ。うん、そのテーラードのジャケットって俺持ってないかも。うん、まあこの年代はめちゃめちゃしっかりした作りだし。何これ、ちょっとあれ、モッツっぽい感じ。モッツっぽいね。いいね。チェンポケもついて、三つボタンで、V ゾーンも狭めで、ラペル幅ちょっとあるみたいな。で、竹長め？竹長め。竹も長い、長い。いいよ。普通に欲しいよ。ぜひ、お買い求めください。それは。売るんだね。それはね、俺に。それはね。それ古着屋店員としてのプライドあるから、こっちも。確かに。冗談です。いや、でも今日着てみて調子よかったら、この場買い上げあるの？おー、全然。言っちゃってください。はい。か、何個か候補もらって、一応それ全部で3パターン、なんとなくふわっとあるから、うんうんうん、まあ3パターンいけるかなとは、そうね。思うんですけど。ちょっとやってみてください、じゃあ。やってみましょうか。はい。じゃあ早速着替えて。やっていきましょうよ。1パターン目から。はい。行きましょうか。せーの、ゴー。バラバラ。はい。じゃあ俺の1個目。やっぱ黒のパーカーってことだったんで。普通に似合うね。そうね。なんかフード被れば様になったかなと思ってるんだけど、勝手に、うん、やっぱブラックデニムでちょっとこうワントーンにコーディネート組んで、で靴とサングラスでちょっと外すみたいな、うんうんうん、まあ、リーバイスの501で定番的なデニム、もう誰しもが持ってる形だから、みんなも合わせやすいかなみたいなイメージで組んじゃいました。あれだね、ちょっといかついね。ちょっといかつい、確かに。あの髪も切ったし、ね、髪切ったよね。髪切っちゃったのよ。そうなるとやっぱいかつさも出てくるよね。メガネは？メガネはあのこれヴィンテージでロバート・ラ・ロッシュっていう。ロバート・ラ・ロッシュ。そう、ね、言いづらい名前。確か スイスだった気がするな。へー、マニアックな。ちょっとそうマニアックなブランドで、なんかメガネをアイウェアをファッションに落とし込んだ初めてのブランドみたいな。おい、ほんと？感じの。そう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 。はい、キモいか。ちょっとキモい。キモい動きしだした？いきなり？顔が強いね。そう、顔も強いし、その目も開いてない。顔が強い。はい。
いや僕のワンコーデ目はこれね、俺ジャケット黒ジャケ持ってたらやってみたかったコーディネートなんだけど、そうそう、あのパンツも黒 で、うん、でこれちょっとワイドなんだけど、うん、太めのパンツ履いて中をバンティー着るっていうのが、そうちょっとあのなんかストリートスナップとかで見てて、はい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 、いやかっこいいな、やりたいな、俺ら世代はね、そう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 、ね、チョキチョキとかの時にね結構いろんな人がやっててやりたいなと思ってたのをやってみたって感じですね、うんうんうん、これは。で、靴はね、これはね、マルジェラのジャーマントレーナーのベージュだね。ははははそう、バンティーがちょっとこう、これあのマネスキンのオフィシャルのやつをユーロから取り寄せたんだけど、これあのそんなもしてんだ。そうそうそう、この人肌の色とベージュをちょっとこう拾いながら、はいはいはい、みたいな感じで。黒に差しでね。そうそう、やらせてもらってますね。で、これメガネね、実はね、新しく、買ったんですけど、ちょっと癖ある感じが、ね、ちょっと丸い感じの、うんうん、ちょっとフランスっぽいよね。そうだね、フランスっぽい形の、フランス貴婦人、そうサバージュっていう日本のブランドなんだけど、うんうんうん、サラマリーさんが、うん、あのクリエイティブディレクターにこの前就任したブランドなんだけど、そのフランス の、 そのフィービーとか、はいはいはい、フィービーファイロみたいなそういうところが着想を得て作ってるっていうブランドのやつです、うんうん、これね登場うざうざめだね、うん、これはなんか雄大のアイテムをこれっぽくうまく落とし込むにはどうしたらいいかなと思ってて、うん、これね、俺この着方絶対専門、ああそうだよね、うん、なんかちょっとこうなんだろうな、色味のあるシャツに対してで首もちょっと空きが出るじゃん、ロエベのパーカー、うんうんうん、なんかそこが本来出すべき肌の露出した方がいいポイントなんだけど、うん、そこを詰まらせてあえてシャツで合わせるのがなんか俺っぽいかなと思いながら着てみましたよ。これノブっぽいよね。これシャツどこなの？これはねブルックスだね。あブルックスね。ブルスのね。結構厚いヴィンテージだね。メガネ俺のじゃないの？これメガネ紹介するとサバージュ。あこれサバージュ？うんうんうん。サラマリーの？サラマリーがクリエイティブディレクターに就任しましたと。ああ。そう日本のブランドですね。さっき聞いたな。俺の口からそうあの勝手につけましたとノブがつけるとマジ別物だな。マジ別物よ、色気一切出ないからおもろ、うん、こんなに差出るかねっていう。おしゃれだな。おしゃれに決まってると嬉しいなって思ってます。でもメガネこれじゃないと思う。絶対そうよ。でもやっぱつけたいから、ユーザーがつけてるものなんかは。で、2パターン目は攻めたショーツですね。おーいいじゃない。春のあったかい日コーデ、はい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 、はい、です。でこのショーツはね、あのプラダだね。あこれプラダなんだ。そうプラダのレディースだね。あーまあレディースっぽい。そう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 、はい、適当でもショーツが全部まとめてくれる感じ。ショーツ主役にして、うんうんうん、まあ、の中はタンクトップ着て、うんうん、ジャケット着てっていうシンプルな合わせてやらせてもらったと。でメガネはやってる？メガネねこれね、あのねスイスのねブランド名思い出せる？ブランド名思い出せない。あロバート・ラロッシュね。あそうそうそう、ラローとロバッシュの、うん、入れ替わってる。ドイツ出身のアパレルの人とかだと多分想像つかないね、こういうコーディネート。なるほど。だからやっぱ美容師ならではの、雄大ならではのコーディネートな気がする。お嬉しいっすね、うん、素晴らしい。これはハマってますわ。でちなみに靴はこの前の御殿場アウトレットで買った。あボッテ先生、ボッテガさん。なんかちょっとごちゃごちゃなんだよね、ブランドだけっていうと。まあでもね、うまく形になって脱ぐ必要ある脱ぐ必要あるのかな。意外とあるよね。意外とあるでしょ、筋肉。意外とある。そうそう、ブレイクダンス筋がなかなか落ちないね、肩幅。肩幅すげえわマジでこのテーラードで肩だけぴったりって結構あんまいないと思うよ。でもやっぱ肩ある人の方が似合う、モップは。3パターン目はい来ましたよ。これネタ聞きたん？これもうネタつきました。その持ってきてたパンツがまあ春っぽくないなとは思ってて、どうしようかなと思ってたらいいショーツが家に落っこちてたんで違うよ、家はうちない。ああなたの家、ここ俺じゃない。あこれうちじゃないのね。しかも俺がパクってその雄大は別の履かせるっていう上から下まで全部俺やん。うん、あの全部雄大。サンダルもあれでしょ、ジル、ジルサンダルでしょ、俺のジルで、ショーツがあれなんだ、ハバーサック。ハバーサックだ。うん、ハバーサック。でも動画で出てないもんな、ハバーサックは。俺は、あそうなの、だってプラダに変更したから。あそうだよそうだよ、そうか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 、そうだから皆さんは初見。そうだ、うん、だからもう平気で俺のみたいな顔して今もう動いてる。なるほどね、うん、真実を伝えると
このパンツも俺のです。そうですね、はい、すべて雄大のメガネだけ飲むのか。そうだね、メガネっていうかサングラスだけ俺のやってんな。でも尽きてるからこっちは、そのいっぱい持ってこれなかった。じゃあ俺がこれやるわ後日、このコーディネートは。あ、それしてみて。はい。一旦、その雄大っぽくなるかどうかだけ、一回やってみて。はい。はい。はい。じゃあ、ノブの参考で目はこんな感じです。はい。じゃあ、そのまま俺の参考で目。はい。いってみましょう。いきましょうか。はい。参考で目、これは、あれですね。中を、アロハシャツを、仕込んでみました。仕込んで、仕込んでみました。はい、ちょっとハードな感じでね、ちょっとなんかやんちゃっぽい感じのワイルドな感じしたんだけど、ぽくなくて、これアロハがね、一応あのサノバチーズだね、サノバチーズの今話題のね、ちょこちょこ俺買ってるんだけど、サノバのアロハにパンツはあのユナイテッドアローズサンズと大輔オバナのコラボのイージーなスラックス、へでちょっとこう、まあ、ダボットってまではいかないけど、うん、ゆるっとゆるっとした感じで、まあワイルドにって感じにしてみました。ゆるきれいめワイルドみたいな感じ、うんうんうん、メガネはこれ、メガネはね、これはねセリーヌだね。ああ、セリーヌね、うん、セリーヌの現行のセリーヌの素晴らしい、ね、メガネだね。そうだね、土入りのメガネにしてます。この生地に動きが出る感じで全部まとまってるのがいいでしょ。いいいいよね。でジャケットなくてもかっこいいね、これね。俺個人的にあのね、あのワコマリアのルックとかでよくあるんよ。おうおうおう、あ、そうなんだ。そう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 、ね、こういうアロハシャツにジャケット合わせみたいな、やってみたくてちょっとやってみたんだけど、かっこいいわね。ちょっとかっこいい系だよね。なんか俺でもいけそう。いけそう、うん、でもなんかそのワコってさ、うん、あの窪塚とかさ、はい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 、とこうワイルド系の人をチョイスしてモデルにさんにしてるじゃない。そうね、であの感じ俺結構憧れてて。ああ、遠そうだけど、ね。そう、自分にな、ない感じだからさ。はいはいはい、はい。ただ、渋かっこいいみたいな。あに憧れて。そんな感じですかね。うん。はい。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。いかがだったでしょうか。めちゃめちゃ楽しかった。This。黒いジャケットとか着ないから新鮮だったわ。でもなんか、割と黒は通ってきてるじゃん、雄大って。そうね。服に対して。昔は確かに学生時代とか着てたけどな。そうね。なんかそのイメージが改めて再度感じましたよって感じだね。本当ですか。はい、懐かしい感じ。君は夢のパーカーどう。夢のパーカーだからロエベなんて着たことないからね、うん、こちらは。あ、買ったことない。買ったことない、うん、持ってないし本当に着たことない、試着もしたことないから、うん、あ、こんなに着やすいんだっていうハイブラの凄さ、うん、着心地とかね、着心地とか肩の落ち方とか。でもやっぱなんかあれじゃない、ロエベとかって主役にガッと来ない。ああ、顔出してくるよね。確かに顔出してくるよな、片鱗をね見せてくるよね。まあ言うてもこれもグッチでしょ。まあそうね、それアーカイブだから、うん、90年代ぐらい。でもやっぱインポートのラグジュアリーブランドのヴィンテージ結構狙い目なんかなと思ったわ。あ、お、でも本当にそうかも、ね、アーカイブ系のやつ、うんうん、狙い目だと思うよ。でこれってあれ、あのノブの店で買うとしたらいくらぐらいになるの。4万5万ぐらいじゃん。ぐらいで買えるでしょ、うん、で定価って言ったらさ、そうだからうちはもうほんとコンディションにはこだわるから。そうだよね、いいコンディションのものしか置かないから、来てもらえたら安心かなと思う。ちょっと今度見に行くわ。ぜひ遊び来てください皆さんも。あの3コーデの中でお互いに1位を決めたいよ。ああ、俺から行くね。はい、まあ、3個目はちょっとネタすぎるから。まあ確かに、ね、全部雄大だからね。俺やなと思って。これはもうふざけちゃって。2個目2個目ね。2個目ちょっと俺の匂いするやつ、ね、そうそう、あのシャツ、うんうんうん、あのインナーに仕込んでるやつ、はいはいはい、あれなんかやっぱおしゃれだった。ね、トラットだとアイビールックとかね、うん、ああいった時にはやるけど、それをロエベでやっちゃうっていう、そのね、ね、俺もやろうと思ったもん。ああ、やってくださいぜひ、嬉しいです。はい、僕は2個目です。俺はもう完全に3個目。あ、これやっぱぽくないけどちょっとハードな雄大もいいなっていう。おー、ちょっとね、そう、こういうやんちゃな感じ、うん、やんちゃな感じ、かっこいい。初めてやってみて、で今年の春やるわ。素敵素敵です。モテるかな。モテはしないね。やっぱ男受けだね。うん、男受けよ。男受けですね。お、かっこいいっすねっていう感じ。うんうん、うん、いいね。
まあこの企画おもろいからまたやろう。そうね、これだってさ別に最悪さ俺が雄大の服でコーディネート組んで雄大に着せました5000でもいいわけでしょ。まあそうやそうやな、死ぬほど服はあるわけだし、俺の家から探し出して、そう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 。楽しいぞそれ。楽しいよ、めちゃめちゃ楽しいと思う。楽しいぞ選ぶ側。そんなんでもいいしね、真夏のね、真夏バージョンで、ね、ああいいねいいね、確かに T シャツとかさ、まあまたやりましょう、やっていきましょうよ。皆さんも今日のコーディネートの中で好きなのあったらコメント欄で教えてください。教えてください。まだそんな感じで、そんな感じですかね、今日は締めますか。はい、じゃあまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。